皆さんこんにちは。そろそろお疲れの頃だと思うので、簡単なゆるい話をしたいと思います。タイトルはですね、非モデル生物研究のためのデノボ RNA セックということで、RNA セックの話は続きですけれども、私、非モデル生物と書いていますが、皆さんは、人とかマウスとか、お好きかもしれませんけれども、私はどっちかっていうと、変な生き物の方が好きでして、まず、非モデル生物ということの概念について、まず説明させていただきたいと思います。まず、モデル生物と非モデル生物っていうふうに、私は勉強中に出てるんですけれども、モデル生物は、例えば人とか、人はモデル生物ではないですね、マウスとかですね、比較的、かなり少数の種の生き物ですけれども、すでにゲノム配列が改良されていて、それで分子生物学的知見が豊富であるものを、ここではモデル生物というふうに呼びたいと思います。これらのモデル生物はですね、NGS、次世代シークエンサーと呼ばれて、より詳細な研究ですね、先ほど、チップセックとか BS セックとか、アデンセックとかありましたけれども、そういった研究とか、エピゲノム研究とか、そういったことが可能な人があります。とても面白いことですけれども、私は、非モデル生物の方にどちらかというと興味がありまして、それは、モデル生物を除く、モデル生物を除く生物種で、ほとんど全てが自然界の生物種がそれに当たります。これらはゲノム配列は改良されていませんので、分子生物学的知見がかなり乏しいですが、幸いにしてその次世代シークエンサー、NGS の普及で、さまざまな比較改善というか考えつつあります。それで、このようにですね、ゲノム配列が分かっている、分かっていないで、アプローチがだいぶ異なってくると思うんですけれども、まずゲノム配列があるときですけれども、先ほど、バイオセクの話でございますけれども、膨大トッパハットカブリックスを使ったアプローチというのが一番有名かと思いますけれども、膨大で、ゲノム配列上にバッティングした後、トッパハットを使ってストライシングジャンクション予測を行い、その後カブリックスで遺伝子構造予測を、あるいはそういった発電量ですね、の推定を行ったりとかするようなアプローチが、ゲノム配列があるときは可能になるわけです。ですけれども、先ほどから何度も申し上げてますように、非モデル生物にはゲノム配列はありません。で、ないときにどうすればいいかということで、それでゲノムアセンブルができればそれに越したことはないんですけれども、それはまだまだ大変だということで、困ってしまうわけです。で私はですね、ここは例えばと書いていますけれども、他者多様な薬用植物は、独自の代謝経路を持って、独自の薬活性、天然物を整合成していますとか、あるいは他者多様な昆虫がですね、独自の化学診断を用いたコミュニケーションを行ったりとかしているんですけれども、そのような研究を行いたいときに、ゲノム配列がないということが普通にあるわけです。そのようなゲノム配列のない非モデル生物のタンパク質発現を RNA セックで調べたいということを私がモチベーションとしていることです。それでですね、このような状況でですね、昆虫とか、特にですね、遺伝子のに関する情報が非常にあまり分かってないような、場合において、何かしら手がかりが欲しいということでですね、例えば、昆虫の中で、モデル生物という、言われているドロソフィラメラノガスターの、タンパク質すべてにですね、PFAM、のモチーフをですね、何かしら、私のモチベーションとしては、とにかく何も情報がないよりは、多少なりとも何かしらにかかったら引っ掛けたいという、そういうようなモチベーションで、緩く当ててみました。メラノガスターのタンパク質のデータはですね、MCDI から取ってきまして、それで PFAM を当ててみると、10% くらいは、ちょっと何にも当たらないということで、頭の中にいろんなものに当たってますという、そういうことになるわけですね。これ、昆虫界のモデル生物だとこんな感じです。で、同じような方法でですね、昆虫のタンパク質全てに対して当ててみると、この、7.7% というのが何にも当たらないタンパク質なんですけど、それをはるかに上回る 25% が、COX-1 というミトコンドリアのタンパク質ですね、に引っかかってくるわけですね。これは何でかっていうと、系統解析なんかで COX-1 使われていまして、それの影響がとてもありますけれども、ほとんど COX-1 で、それ以外の、いかにデータが偏っているかということがよくわかるかと思いますけれども、そのぐらい昆虫の場合よくわかっていないという、そういう印象を持っています。
それが昆虫分野でこんな感じなんですけども、私が関係しています電子ホッコンチュというのは、ね、腸の仲間で調べるとですね、もう半数がコスワルですという、まあ、どんだけ分かってないんだろうみたいな、そんな感じのデータになってしまうわけです。そこで、私が言うと GS に期待しているところが、まあ、あるわけですけれども、今度は別の関係でですね、昆虫の系統、大雑把な系統というのがありますけれども、それに対して、MCBI、どのぐらいの系統を生物種に対して、すみません、字が小さいですけれども、どのぐらいの生物種に対して、どのぐらいのタンパク質が登録されているかというのを調べたのがこのような図なんですけれども、それがその最初の、2つのカラムなんですが、この真ん中のカラムはですね、ミトコンドリア配列を除くとこのぐらい減っちゃうよということで、だいぶ減ってしまうので、まあ、大体皆さんミトコンドリアはよく読むんですけどっていう、そういう状況になっているわけです。でそこで私が期待しているのが次世代シーメンスさんによる配列の増加で、SRA という、サイトがございまして、シーメンスリードアーカイブと呼ばれるところがありまして、そこにいろんな次世代で呼ばれた、配列データが登録されているわけですね。その中の、RNA7 のデータから、こちらでデノバーセブンをして、それでどのくらいタンパク質がどのくらい失敗なのかなみたいなことを調べてみたのがこの図なんですが、だいたいそうですね、腸も肺も甲虫も、そして蜂もあたりに、だいぶ溜まってきているんだとは思うんですけれども、そのあたりに期待しているわけです。それで実際にワークフローを作ってみました。これがデノボアナリセットで私が考えているワークフローのを構成するツールですね。最初に、それがトリニティとトランスデコーダーとアーズミカになっています。トリニティは NGS で得られたトランスクリプトームデータをデノボアセンブリーする JMA アセンブラーですが、トランスクリプトーム用の JMA アセンブラーです。トランスデコーダーというのは、それを、トリニティのデータを、補正というか、にするのに都合がいいというふうに言われているやつですけれども、ハンマーとか PFAM で当たったオーバーレイトを優先的に選択する、できる、アナスアナリゼスのソフトです。で、RSM が、それで得られた、配列に対して、リードのマッピングから助け入れを請求すると。そのような3つのツールを、からワークフローを作ろうと思っているんですけれども、すみません、まだ出ていませんので、今のところ、そのトレーニングとアーセンを使った、簡単な、ごくごく簡単なワークフローだけ作っております。今の現状、そのぐらいです。それで、これが、ピタゴラ略習を動かしたところの段階で、このワークフローを、ごく短いワークフローなんですが、この辺、線から作っておきにくいんですけれども。これがこういうワークフローなんですけれども、インプットはこちらとこちらのペアエンド、ファストキューファイル1組だけです、今のところ。それで、それを、トリニティでデノバーセンブル、デノバトランスクリプトアセンブルを行いまして、そして、生成したトリニティコンテューを、アーセンブルのリファレンスに使いますと。そして、それをリファレンスを作ってから、アーセンで、リードのマッピングから配列を推定するというような、とても簡単な、ワークフローです。このぐらいですと、私は、比較的、ギャラクシーメイクアップで、なんか参加できたりできなかったりで、なかなか進捗が遅いんですけれども、このぐらいのワークフローは比較的簡単にできました。そして、計算結果の一部としては、まずこのトリニティアセンブルで、そのアセンブル後の、トリニティコンテンツですね、それの、ファスタファイルが手に入るわけですけれども、そういうアウトプットもあります。それとはまた別にですね、このようなジーアバンダンスですという、そういうファイルが出てまして、これタブクリーのファイルで、どのコンテンツが、FPKM でどのくらいの値かとか、そういうようなタブクリーファイルとかが出てきて、それで、発電の追随結果が出ましたよというようなものが得られるわけですね。で、これから、これから、今後の計画ですけれども、トリニティとアーセンの間にトランスデコーダーを入れるということをやって、あとは今、一つのサンプルのしか扱ってませんので、複数サンプルの比較解説ができるような、ワークフローにしたいと思っています。あとは、できたコンテンツをアノテーションする方法というのはどうしようかと思っていまして、ユニプロットに対してクラストするとか、PM に対してハマーかけるとか、そのような工程を入れていきたいなというふうに考えています。
ということで以上です。